なんだか不思議な気分。動きの遅い分、一つ一つ行きますわよ。パワーも動きの遅い分、ほやお茶のお菓子も行きますわよ。そうだ、はい、のんびりし行きますわよ。なんだかいつにも増して、わかりましたわ。お疲れの時はおやす。とやー。ふう。動きの遅い分。行きますわよ。のんびりさんな私でも、この紅葉に春が来る。注目の一番人気、6番メジロブライト。待って、重ねて掴んだ勝利ですわ。ふ
なんだかいつにも増して。お疲れの時は行きますわよ。動きの浅い分、一つ一つの練習。疲れの時はお休み。はい。お茶もお菓子もいて。行きますわよ。いつにも増して。心が、体が、走れと叫んでいる。急ぐのは得策ではありませんけど。私の瞳をご覧ください。わかりましたわ。行きますわよ。心が、体。示してみせますわ。どうぞ。ここは負けられない一番人気15番メジロブライト。実力示せましたわ。心が軽く。わかりましたわ。お疲れの時はお休みください。行きますわよ。今日は下っ。そうだ。はい。
動きの遅い分、人落ち着いており、示してみせます。注目の一番人気10番メジロブライト、実力示せましたわ。動きの遅い分、落ち着いておりますが、注目の一番人気15番メジロブライ、光を示せましたわ。ご一緒にいかがですか？心が、体が、走れと叫んでいる。セクノは得策ではありませんけれど、
好機を逃す手もありませんね。そうだ、トレーナー様も一緒に走りませんか。芝は気持ちいいですよ。私の瞳をご覧くださいませ。燃える心が見えますか。お茶もお菓子もいただいて準備は完璧です。いつでも参りましょう。お疲れの時はお休みください。私はここでいつまでもお待ちしておりますから。動きの遅い分行きますわよ。どうぞ、ウィナーズサークルで待っていて。今注目の1番人気、2番メジロブライト。示してみせます。注目の1番人気、2番メジロブライト。実力は完全に上位です。マッチ重ねて掴んだ勝利ですわ。What?
私の瞳をご覧くださいませ。調子は上々、上機嫌ですな。さあ、お茶もお菓子もいただいて、動きの浅い分張り切っていこう。調子は上々、上機嫌ですな。お茶もお菓子も張り切っていこう。私の瞳をご覧、わかりましたわ。心が空っ、張り切っていこう。一緒に頑張ろう。示してみせますわ。注目の一番人気13番メジロブライト。人気と実力、大丈夫、焦らずに参りましょう。注目の一番人気3番メジロブライト。
のんびりしすぎたでしょうか。注目の一番人気、一番メジロブライト。これ以上ない仕上がりですね。現役最強の実力を見せつけて春の盾を手にしてほしいですね。次はもっと頑張りますわね。注目の一番人気、5番メジロブライト。参りますわよ。唯一無二、一条の盾をかけた熱き戦い。最長距離 G1 天皇賞春、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はスーパークリーク。2番人気を紹介しましょう。チンボリルドルフ、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ここまで無敗、三冠馬娘メジロブライト。1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。10番と15番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロブライト。長丁場のこのレースですが、15番、早くも先頭に躍り出た。続きました10番、激しい先頭争い。外チンボリルドルフ、内を回りますテイエムオペラオ、差がなくスーパークリーク。後から4番、その内並んでマヤのトップガン。外から外から14番、1馬身離れて17番、内を回りますマンハッタンカフェメジロブライト。この位置につけています。内でエイシングフラッシュ、まもなく第4コーナーカーブ。10番、快調に飛ばして行きます。前方がやや速いのか、間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返って行きます。依然先頭は10番、続いて15番、3番手チンボリルドルフ。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。外からスーパークリーク、1馬身離れてマヤのトップガン。さらに外テイエムオペラオ。14番、並んできた。1馬身離れて17番、4番、並びかけてきた。その後メジロブライト、それを見るようにゴールドシップ。その後から11番、内から行くマンハッタンカフェ。さらに2番、エイシングフラッシュ、外から行く。さらに7番、第1コーナー回って第2コーナー。先頭は変わらず15番、2馬身差10番。そしてその後ろから行くのはチンボリルドルフ、それを見るようにテイエムオペラオ。スーパークリーク追走。とそろそろですわね。私の春よ、目覚めましょう。差がなくマヤのトップガン。1馬身離れて14番、それを見るように4番、少し離れて17番、1馬身離れてメジロブライト、ゴールドシップ。並んでくる内11番、後ろマンハッタンカフェ。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭15番、レースはよどみなく進んでいます。2馬身3馬身開いて10番、
さらにジンボリルドルフ、そしてその後方にはスーパークリーク、さがなくマヤのトップガン、テイエムオペラを並んでくる、うちでゴールドシップ、その外並んでメジロブライト、残り 1000m を通過、内から14番、そしてその後ろから行くのは4番、さらに17番、少し後ろからマンハッタンカーフェ、その内並んで11番、その外並んでレイシングフラッシュ、少し離れて2番、その後ろ7番、後方2番手に12番、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差が、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ、内から先頭を伺うのはスーパークリーク、栄光まで400、最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはメジロブライト、追いすがるスーパークリーク、メジロブライト速い速い、もはや独走状態、200を通過、強い2番手争いはゴールドシップ、スーパークリーク、サンライトのブライトだ、メジロブに変わる、大楽勝だ、メジロブライト、ゴール板を駆け抜けた、これは見事な走り、勝ったのはメジロブライト、現役最強の名を見事勝ち取った。2着スーパークリーク、3着はゴールドシップ。もう、もう光を示せましたわ。私もいただき、
私の瞳をご覧くださいませ。どうぞ。ウィン、示してみせます。注目の一番人気5番メジロブライト。参りますわよ。馬娘たちが追い求める一条のスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロブライト、これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番向こう上面に入って、先頭からしんがりまでおよそ15馬身。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばして行きます。続きました8番3馬身差マヤのトップガン、そしてその後ろから行くのはスーパークリーク、1馬身差テイエムオペラオ、そしてその外から行ったのはライプラスカーレット、内から行くオグリーキャップ、内の方から9番、そして外目をつきましては13番2馬身離れてメジロブライト、その後17番11番並んできた、外目をついて6番、少し後ろからウォッカ、少し離れて1番外で、さあ咲き誇りましょう。後方2番手に4番、15番、最後方からという体勢であります。8番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。大受け焼きを越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。さあ、そこから先頭を伺うのはサイレント鈴鹿、メジロブライト前を狙っているぞ。外で足を溜めています。最後のコーナー、先陣を切ったのは8番、並んでくるメジロブライト。メジロブライト完全に抜け出した、4着を切りました。食い下がるスーパークリーク、メジロブライト速い速い、もはや独走状態。2着を通過、メジロブライトリードは6馬身、速い速い、足色は衰えない。2番手争いはスーパークリーク、最後はスターレット、メジロブライト強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。天皇賞春秋連覇、歴史的快挙を成し遂げたのはこの馬娘メジュロブライト。2着はスーパークリーク、3着はダイワスカーレット。もう、もう光を示せましたわ。トレーナー様も一緒に走りませんか。芝は気持ちいいですよ。示せお前の力。私の瞳をご覧ください。動きの遅い分、示せお前の力。
ズサークル。示してみせます。12番メジロブライト、5番人気です。参りますわよ。年末の中山だ。スタート。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。第4コーナーカーブ、先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番1馬身差、9番1馬身離れて16番、そしてそのうちエアグルーヴ。まずは1周目、正面スタンド前に上がっていく。差がなくエルコンドルパサー、さらにキングヘイロー、メジロブライト並んでくる。さらにはスペシャルウィーク、6番並びかけてきた。1馬身差グラスワンダー、そして内目をつきましては2番、2馬身3馬身開いて待ち金服来た。内から行く。10番第1コーナー回って第2コーナー、前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。先頭は依然セイウンスカイ、2馬身リード。続いて3番9番3番手、その後3、4馬身開いてエアグルーヴ、エルコンドルパサー、外から行く。その後ろ16番2馬身3馬身開いてメジロブライト、そして外目をつきましては、さあ咲き誇りましょう。1馬身差キングヘイロー、さらにはグラスワンダー、その内並んで6番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ17馬身。先頭は相変わらずセイウンスカイ。続きました3番、残り 1000m を通過、外を通りましてエルコンドルパサー、内を回って9番エアグルー、5番手、その後3、4馬身開いて16番、スペシャルウィーク並びかけてきた。その後ろにメジロブライト、グラスワンダー、ここにいた。さらには6番、さらにキングヘイロー、内の方から2番、そしてその外を回って10番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。この直線で勝負が決まるぞ。メジロブライト内をつけ、普通の癒やしだ。メジロブライト勢いよく上がってくるぞ。200を通過、これは強い。メジロブライト足色は衰えない。先頭はいざ、メジロブライト一着はメジロブライト。他の馬娘たちをねじ伏せ、レースを制した。夢のグランプリを制したのはメジロブライト。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。2着にはスペシャルウィーク、3着はセイウンスカイ。もう、もう光を示せましたわ。なんだかいつにも増して、示してみせますわ。
ても落ち着いて。注目の一番人気8番メジロブライト。パドックでも注目は。もう、おー、光を示せましたわ。動きの遅い分今、とても落ち着いており。13番、メジロブライト、4番人気。もう、おー、光を示せましたわ。示してみせますわ。目白の意向、私の。ここは負けられない一番人気6番ハッピーニーク。努力と経験を重ねていますから、実力は折り紙付きですよ。開花した才能で。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはハッピーニーク、1番人気です。人気と実力を兼ね備えたスペシャルウィーク、今日は3番人気です。さあ2番人気はこの子。ここまで無敗、三冠馬娘メジロブライト、十分に勝利を狙えますよ。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは16番ライズシャワー、エルコンドルバシャー、期待通りの結果を出せるか。1番人気ハッピーミーク、16番会長に飛ばして行きます。先頭は16番単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はエルコンドルバシャー、その内並んでマヤのトップガン、その外並んでオグリキャップ、11番続いている差がなくライズシャワー、18番並んできた、4番並びかけてきた。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。16番まだリードをキープしています。続いてマヤのトップガンライズシャワー、並びかけてきた、4番並んできた。5番手には11番内から行く、2番それを見るように5番少し後ろからエルコンドルパシャー、その外並んで18番それを見るようにオグリキャップ、さらに内から17番少し後ろからハッピーミーク。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。順位を振り返っていきます。先頭16番、レースはよどみなく進んでいます。さあ咲き誇りましょう。続きましたライスシャワー、1馬身離れて2番、さらにはマヤのトップガン、それを見るように18番すぐに続いてオグリキャップ、そしてそのうち11番残り 1000m を通過、17番内から行く、そして外目をつきましてはメジロブライト、少し後ろからエルコンドルパサー、内の方から5番少し後ろから4番ハッピーミーク、外から行く、そのうち並んで待ちかね服来たる、9番並びかけてきた、内を回ります。スペシャルウィーク第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。メジロブライト、ここで抜け出した、まだ差がここから先頭を捉えるとは出てくるのか。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、ハッピーミーク食らいついてゆく、残り200、メジロブライトリードは8馬身、これは強い、先頭はメジロブライト、変わらない、メジロブライト、これは完璧な勝利です。
他の追随をまるで許さなかったぞ。メジロブライト URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着ハッピーミーク、3着はマキカネフクキタル。もう光を示せましたわ。お世話になりました。